もうはっきり分かったのは、20代から30代前半の女性がどんどん県外に出ていってるんですよ、若い女性が働けるような環境をどう作っていくのか、これはもうあの言い訳になりますけど、県だけの力ではできないので、えー、市町村、それから民間企業、みんなで力を合わせていかないと、あの働きやすい環境というのは作れないだろうなというふうに思います、はい、あの出生率の低下について、浦井知事はきょうの会見で。 これが原因だというのはわからないとしながらも、打開策として若い女性が働きやすい環境を作っていくことが必要との考えを示しました。1人の女性が生涯に産む子どもの人数を示す合計特殊出生率について、去年、宮城県では1.09となり、前の年より0.06ポイント下がり、4年連続で過去最低を更新しました。都道府県別では、 東京都に次いいでワースト2番目となっています県がおととし9月に開設した結婚支援センターでは、先月末現在、75組の結婚が成立していて、県は出生率向上に向けて、今後も積極的に支援していく方針です。